こんにちは、のでございます。今回ねノーベル賞を取った真鍋先生っていうのがいらっしゃいましたよねこれについてまああのコメントをお願いしますということで、えー、メッセージいただきましたんでちょっとね喋らせてもらおうかと思いますけどもまずねこの真鍋先生ノーベル賞本当おめでとうございますということですけどもこの方は元日本人なんですよ元日本人とはどういうことかっていうとそう国籍を移してその先でノーベル賞なんですよね でこの方が言われた言葉がかなりね私たちの胸にまあちょっとね届いたものがありますけどもそれはですね日本人に戻りたくない日本に戻りたくないというふうにお話しされてるんですよねこれノーベル賞を受賞したその席で、ね、なんですよでこの方真鍋先生は米国籍なんで今回のノーベル賞は私たち日本人がね喜ぶようなもんではないんですよ、ね、これは米国人のおまあなんて言いますかね功績ですよね うん、その上で日本に戻りたくないっていう言葉はどういうことかっていうとあの、真鍋先生自体が言われてるんですけどもねその理由として周囲に同調して生きる能力が自分はないからっていうふうにアメリカンジョークを言われてるんですけどもこれはねノーベル賞を取った真鍋先生だからこそ言えることではあるんですけども私たちの周りにはねこれがね蔓延してるんですよ。まあ要するに何人かの人が集まった時に誰かがオピニオンリーダーとしてねその会話をしきっていくんですけども例えばその人がうん 調和を満たたすようなことを言った時ねもうちょっと具体的に言うと、あいつちょっと気に入らないよねみたいな話をしたときに、ちょっと待って、それはほ変じゃないのっていうふうに言える人がいないってことなんですよね。で、そういうことに、いわゆる出る杭を打つ文化に対して、そういうところで私は生きていく自信がないからっていうふうに言われてるんじゃないかなと思うんですよ。確かに同調圧力って言いますけども、私たちはあのいじめに対してね、ものすごく鈍感で、 あの自分も巻き込まれたくないからっていうので口をつぐんでしまう例が非常に多いんですよねまあ、そういうことを考えると真鍋先生が自分が日本人として扱われるのは本当に不本意だっていう風なね怒りを込めて言ってるんじゃないかなという風に感じてしまうんですよね皆さんはどういう風にお感じですかね私はですねこの真鍋先生が言われたことっていうのは非常に重く受け止めなくてはならないかなと、まあ、いい加減ね足を引っ張れよう文化をやめなければ何の日本からリノベーションも起きないですし 一等血を抜く存在も育たないと思うんですよちょっと変わったことをすれば叩く誰かが頑張ろうとすると足を引っ張るそして自分が頑張ろうとすると足を引っ張られる、まあ、こういうふうにつぶし合ってきてしまったのが、まあ、現代日本令和3年なのかなと思うと真鍋先生の言葉がねもう一回この胸に染みるところがあるかなというのが私の気持ちでございままますす <laughs>、それでではね、ちょっと真面目なな話になりしけれども以上でござい失礼ます。失礼します